日本神奈川県横浜市鶴見区、本町2本町2は神奈川県横浜市鶴見区の町名。住居表示は未実施で1から4丁目のあざ町名が設けられている。郵便番号は230-0042。鶴見区の中央部、鶴見駅から鶴見川を挟んで南東方向に位置する。 鶴見川に架かる潮見橋から伸びる本町通りに沿った町域を持ち、北西から1から4丁目の順に次町目が設けられている。北は牛尾田町1丁目、東は中通り1丁目、南東は塩入町1.2丁目、南は下野野町1から4丁目と接する。町内を縦断する本町通りは1951年に、 本町通商店街共同組合が設立され、アーケードの整備や電線類地中化が行われて、有料商店街として県や市の表彰を受けた。一丁目に川崎信用金庫、三丁目には横浜市大見橋通郵便局がある。本町通り一から四丁目の四箇所の停留所があり、鶴見駅前から横浜市営バスが運行されている。町内に 鉄道駅はなく、一丁目の塩見橋際から、京急鶴見駅、京浜東北線鶴見駅までは500メートルほどである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2020年4月30日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。元は、吉祝郡潮田町の一部で、1927年4月に横浜市に編入。 同年10月に、区政施行により、横浜市鶴見区牛尾田町となる。1941年4月1日に、本町2が分離新設された。1962年には、中2、塩入町との境界の変更があった。町名は、中2と同時期に名付けられ、牛尾田町のメインストリートの意味であると考えられている。 明治後期以来の鶴見地区の景品工業地帯と共に発展した商業、住宅地区であり、工業の清水と命運を共にする地区である。ありがとうございます。